こんにちは。こんにちは。埼玉県きらり富士見よりマザーリバーホーミングの、2人でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私が作演出で劇団タナヤパルの田野豊です。はい、そうなんだ。はい、じゃあどうぞ。私フリーで伊藤雅子です。よろしくお願いします。はい、今ご覧いただいた作品マザーリバーホーミングはですね、3年前にきらり富士見で作りまして、今回で、なんと再演と。3回目ですね。3回目の正直でございますね。はい、3回やってみていかがでしたか、雅子さん。やっぱり、はい、人が変わりますよね。はいはい、例えば独身だった人が結婚して、はい、うん、出産したりとか、はい、結婚してた人が離婚したりとか、はい、なんか心臓が止まって、うん、1回死にかけた人とかも。どういう伊藤さん、この間に結婚されたりしたんですか。してないです。しておりません。すみません。してないです。お仕事中。大家族のお話でしたけれども、うん、伊藤さんは兄弟いますか。あ、いないですよ。いないですか。一人っ子ですよね。一人っ子です。はい。じゃあこういう大家族の話はいかがですか。とても心強いと思いました。私何かあったらもう本当野垂れ死ぬしかないけれども。野垂れ死ぬ。あれだけ家族がいたら誰かしら助けてくれるでしょ。はい、あ、伊藤さんは誰か助けたくなる。私に助けは誰も求めない。それはもうみんなよくわかってるから。はい、家族がたくさんいても助けてもらえるか分かりませんけれども。いや、はい、助ける、うん、そうですね。世知がないね、世の中は。ちょっと見ていただいた皆様が、この作品を見てどんなものを受け取ったのかということは、まあ、分からないところですけれども、はい、大きなメッセージはありませんが、人と人との絆とはどういったものかといったところをですね、3年かけて作ってみましたので、はい、もしよろしかったらもう一度見ていただけると、はい、たくさんこう作品の中でですね、一回見ただけではわからない隠された謎なんかも分かってきますので、はい、もしよろしければ。そうですね、まだ何回もありますね。何回も。日程はどうなってますか。1月31日、はい、2月1日がですね、埼玉、はい、埼玉公演ですね。きらり富士見ですね。マルジホールでやりますよ。はい、で2月4日になりますと高知に移動しまして、高知公演と。はい、四国に上陸いたします。はい、ありがとうございます。その後、いよいよ2月7日、はい、8日に、兵庫伊丹に到着と、はい、で最後に2月14日にですね、群馬高崎市に我々行きますので、4カ所、このマザーリバーホーミングを繰り広げられると。嬉しいですね。もう幸せしかないですね。3年かけてこんな旅公演だと思ってました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、はい、旅公演したことありますか。旅公演はありますけれども、この作品でちょっと回ると思ってなかったんで。あ、そうなんですか。はい、あら、楽しみというか、まだ出発しておりませんけれども、はいはい、各地でどういった反応というか捉え方をしてもらえるのかなというのはとても楽しみな部分が、はい、ありますね。家族のお話なので、ちっちゃなお子様も見て楽しんでいただけるかと思います。あ、ひどい暴力シーンとかもございませんし、はい、そうですね、はい、はい、老若男女、はい、男女、はい、年や、性別は問いませんので、はい、ぜひ、マザーリバーホーミングよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。